カンザスシティロイヤルズ、カンザスシティロイヤルズ、略称、KC は、メジャーリーグベースボール、以下、MLB アメリカンリーグ中築所属のプロ野球チーム、ミズーリ州カンザスシティにあるカウフマンスタジアムを本拠地として使用している。1969年から、拡張球団として、シアトルパイロッツ、現、ミルウォーキーブルワーズと共にアメリカンリーグに参入。1年目は、 地区4位、6チーム中に沈んだが、3年目となる1971年には、勝率5割を達成。8年目の1976年には、初の地区優勝を達成。その後、1980年代までは、競合チームの一角としての地位を確保。1976年からの10年間に、地区優勝6度を含み7回プレイオフに出場。 プレーオフを逃した年もすべて地区2位か3位、7チーム中、と、ほぼ毎年優勝を争いに加わった。その間、1981年に来日し、ジョージ・ブレットの強打で、日本のファンにも強い印象を残した。1985年には、セントルイス・カージナルスとのワールドシリーズで1勝3敗から、逆転し、初のワールドチャンピオンに輝いた。 パイロッツが1年目から大きくつまずき、1年でミルウォーキーに転、その後も低迷を続けたのとは、対照的に安定した強さを誇り続けたため、拡張球団の層とされた。ところが、1990年代以降は、チームの象徴的存在であったブレットの引退に足並みを合わせるようにチームは、加工線をたどっていった。かつての栄光は見る影もなく、 1996年に球団史上初の再開に沈み2002年から2006年までの5年間で4度シーズン100敗を記録した。1986年以降2013年までの28年連続でポストシーズン進出を逃していたが、これは MLB だけでなく北米プロスポーツ史上2位の不名誉な記録だった。なお1位はモントリオールエクスポズ、シントンナショナルズの30年。 1982年から2011年。しかし、こうしたチーム事情を逆手にとって、ドラフト等で有望な若手選手を獲得、育成し、積極的に起用してきた。ジョニー・デーモン、ジャーメイン大、カルロス・ベルトラン、ザック、グレイン・キーラ数々の有名選手がこの球団で、飛躍のきっかけをつかみ、た球団へと育っていった。こうした若手選手の育成と、 積極的なトレード補強が実り、2013年には10年ぶりの勝率5割を達成し2014年には29年ぶりにワイルドカードでポストシーズンへ進み、リーグ優勝を果たす。2015年には30年ぶりの地区優勝を果たすと、ニューヨークメッツとのワールドシリーズも4勝1敗で、生死2度目のワールドチャンピオンに輝いた。 1955年から1967年まで、カンザスシティには、カンザスシティアスレチックス、現、オークランドアスレチックスが、本拠地を構えていたが、1967年のシーズン限りでアスレチックスは、オークラドに移転する。1年を挟んだ1969年、MLB の球団拡張に伴って、カンザスシティに、新たなチームが創設されることとなった。 初代オーナーには、ユーイング・カウフマンが就任し、球団名は、カンザス・シティ・ロイヤルズに決定。本拠地球上はアスレチックスが使用していたのに、引き続きミュニシパル・スタジアムとなった。また同年には、東西に地区制が導入され、ロイヤルズは、アメリカン・リーグ西地区に所属することとなった。チームの初試合は4月8日、ミネソタ・ツインズを本拠地に迎え、 延長十二回の末に四対三でサヨナラ勝ちを収めた。なおこの試合では、新人のルーピネラが五打数4安打の固め打ちの活躍を見せている。また、翌四月九日も延長十七回までも連れ込み、最終的に四対三で二試合連続のサヨナラ勝ちとなった。しかし、その後は負けが込むようになり、最終的に六十九勝九十三敗で地区四位で一年目の シーズンを終え、逆に開幕に連敗を喫したツインズはこの年に地区優勝を果たしている。また開幕戦で大活躍だったピネラはシーズンでは打率282を記録し、新人王に輝いている。1970年は65勝97敗と前年を下回る成績となり、シーズン途中にはボブレモンが監督に就任する。翌百七十一年には、 レモン監督のもとで85勝76敗と初めて勝ち越してシーズンを終えた。1973年にはジャック・マキーオンが監督に就任。マキーオンは2003年に74歳という MLB 史上3番目の恒例でフロリダ・マーリンズの監督を務めチームをワールドシリーズ制覇に導いている。また本拠地球上もロイヤルズ・スタジアムに移した。 ロイヤルズスタジアムは広い外野と人工芝を持つ球場で、ロイヤルズの選手たちはここで持ち前の機動力野球を存分に発揮した。この頃には、ジョージ・ブレット、フランク・ホワイトといった若手選手も対等し始め、チームも安定した戦いぶりを見せる。しかし、当時の西地区はアスレチックスが全盛期を誇っており、ロイヤルズはアスレチックスに次ぐ2番手という位置づけだった。 1975年のシーズン途中で、マキーオンに代わりホワイティ・ハーゾグが監督に就任。ハーゾグの下で、チームの機動力や守備力はさらに昇華し、ロイヤルズには、ブレットやホワイトに加え、ウィリー・ウィルソン、エーモス・オーティス、アル・コーウェンズ、ハル・マクレーといった、機動力と守備力を兼ね備えた選手たちが名を連ねた。1976年にはニーアスレチックスを、振り切って、初の地区優勝。 同年にはブレットが打率333で首位打者に輝いたリーグチャンピオンシップシリーズではニューヨークヤンキースと対戦したが2勝2敗で迎えた最終戦でサヨナラ負けを喫してしまった1977年には102勝60敗という圧倒的な成績で地区に連覇翌百七十八年もカリフォルニアエンゼルステキサスレンジャーズを振り切り 地区3連覇を果たした。しかし、続くリーグチャンピオンシップシリーズでは、いずれの年もヤンキースに敗れ、サンドヤンキースにリーグ優勝を阻まれることとった。1979年は地区2位に終わり、翌1980年には新たにジムフライが監督に就任する。同年にはブレッドがシーズン終盤まで打率4割を維持し、最終的に打率。 390という高打率を記録。戦後では、アメリカンリーグ最高、またウィルソンも、球団記録となる133得点、230、アンダーを記録した。彼らの活躍もあり、チームも4度目の地区優勝を果たし、リーグチャンピオンシップシリーズでは再び、ヤンキースと、相まみえた。そしてヤンキースにに連勝し、大手をかけた第3戦、ヤンキースのクローザーだったリッチゴセージからブレッドが、 逆転のサンダーを放ち、初のリーグ優勝を決めた。しかし、ワールドシリーズでは、マイク・シュミット擁する、フィラデルフィア・フィリーズに2勝4敗で敗れ、ワールドチャンピオンはならなかった。1981年には50日間に及ぶ、ストライキによって、シーズンが全校規制となり、前期は20勝30敗と不調が続いた。そのため後期にはフライに変わり、 前年までヤンキースの監督を務めたディック・ハザーが監督に就任する。その後チームも盛り返して後期優勝を果たすものの、前期優勝したアスレチックスとのディビジョンシリーズでは3連敗で敗れ去った。1982年、1983年と2年連続で地区2位だったが、1983年のシーズン途中には有名なパインターール事件が起きている。 またシーズン後には、ウィルソン、バイダ・ブルー、ウィリー・エイキンズ、ジェリー・マーティンの4選手によるコカインの使用が発覚し、ブルーを除いた3選手に対して、MLB コミッショナーのボーイ・キューンが1年間の出場停処分を課したが、その後に見直されて1984年5月に処分が解除された。1984年、ブレット・セイバー・ヘイゲンが19歳でメジャーデビュー。 この年は防御率3.48、10勝11敗という成績を残し、その才能を見せつけた。またチームも3年ぶりに地区優勝を果たすが、リーグチャンピオンシップシリーズでデトロイトタイガースに3連敗を喫した。翌1985年にはセイバー平原ゲンが防御率2.87、20勝6敗でサイヤング賞を獲得するとブレッドも打率。 335.30本塁が112打点と素晴らしい成績を残す。チームもシーズン終盤までエンゼルスと激しい主位争いを演じたが、最終的に1ゲーム差で逃げ切って6度目の地区優勝を決めた。リーグチャンピオンシップシリーズではトロントブルージェイズと対戦し、1勝3敗と追い込まれたが、その後は3連勝でリーグ優勝を決めた。2度目の挑戦となった。 ワールドシリーズではセントルイスカージナルスと対戦。このシリーズでも1勝3敗と追い込まれたが、第6戦での五審、正規の五審を3勝も味方し、ロイヤルズが2連勝。最終戦ではセーバーヘ原ゲンが完封勝利を収め、創設17年目にして初のワールドチャンピオンに輝いた。年のシーズン途中にはハウザーが体調不良によって、 監督を辞任。マイク・フェラーロが代行監督を務めたが、この年は76勝86敗と負け越してしまう。翌1987年6月17日には、ハウザーが51歳という若さで亡くなり、同年には、ハウザーの背番号である10番が永久欠番に指定された。この間1986年には、ボージャクソンがメジャーデビュー。マルチアスリートとして、 同時期に NFL のロサンゼルスレーダースでもプレイし話題を呼んだ。また1990年にはブレッドが打率329で首位打者を獲得し3つの年代1976年、1980年、1990年で首位打者を獲得した唯一の選手となった。しかしこの年には地区6位7チーム中に沈み 翌1991年も地区6位となった。1993年限りでブレッドが引退。それ以外の選手も次々と対談し、チームの黄金時代は幕を閉じることとなる。3地区制導入によりアメリカンリーグ中地区に移動。この年はシカゴホワイトソックスやクリーブランドインディアンスと首位争いを演じていたが、232日間に及ぶ長期ストライキによって、 シーズンが中断されてしまう。は、地区2位でシーズンを終えたが、シ位インディアンスとは30ゲーム差という大差がついてしまった。にはついに球団創設以来初めて地区再開に沈んだ。もう64勝97敗と大きく負け越し、2年連続で再開となった。には、タンパベイデビルレイズとアリゾナダイヤモンドバックスが新加盟することに伴い、 アメリカンリーグ中区所属の球団をナショナルリーグに移籍することになった際、試合のない球団が力発生しないように、両リーグとも球団数を偶数にする必要があったため、ただしから両リーグ15球団ずつになった、ロイヤルズはナショナルリーグ移動球団の第一候補とされた。しかし、ロイヤルズはアメリカンリーグ残留を表明し、これは回避された、その代わり、 ミルウォーキーブルワーズがナショナルリーグへ移動した。以降、チーム状況はより深刻なものとなる。には初めてシーズン100敗、62勝を記録し、シーズン中に監督が2人も交代する事態となった。こそ、勝率5割を上回ったが、からにも3年連続でシーズン100敗を記録し、いずれも最下位でシーズンを終えた。は、アレックス・ゴードン。 ビリー・バトラーといった若手選手の奮起もあり、4年連続のシーズン100敗こそ回避したものの、69勝93敗で4年連続の再開となった。彼らは北海道日本ハムファイターズで監督経験のあるトレイ・ヒルマンが指揮を取った。また千葉ロッテ・マリーンズからフリーエージェントとなった矢豚・康彦を2年600万ドルの契約で獲得した。最終的にチームは 地区4位となり、劇的な回復には至らなかったものの、5年連続の再会は免れた。は、クリーブランド・インディアンスと同率再会4位に終わった。は、序盤より再会に沈み、5月13日には、ヒルマン監督は成績不振のため解任され、後任には、元ブルワーズ監督のネット・ヨストが就任した。は、シーズン前に、 AS のザック・グレイン・キート・ショートのユニエス・キー・ベタン・コートをブルワーズに放出し、有望株、アルシデス・エスコバーを軸に4人を得た。最初は、若い選手の活躍もあり、一時は2位まで上がる、快進撃を見せたが、4位に終わった。しかし、メルキー・カブレラ、ジェフ・フランコアなどが復活、または、自己最高の成績を残した。サードからレフトに転向したアレックス・ゴードンは、 ゴールドグラブ賞を獲得するなどブレイクした。カラオフにかけては、グレインキー放出後の課題であった、先発投手として、ジェレミーが3、アービン・サンタナ、ジェームズ・シールズを獲得。2013年は、投手陣がリーグトップのチーム防御率3.45を記録するなどを奮闘し、シーズン終盤までワイルドカード出場権を争い、 勝率は10年ぶりに5割に達するなど、飛躍のシーズンとなった。は、6月に20年ぶりの10連勝を達成する、と、アメリカンリーグ、中部地区の発射デトロイトタイガースとシーズン終盤まで、優勝争いをし長がい低迷期に終止符を打つことになる。最終的にはタイガースに、中部地区4連覇を許すが、9月26日には29年ぶりに、ワイルドカードで、 ポストシーズンへ進出が決定。9月30日のワイルドカードゲームでは9から8で、オークランドアスレチックスに勝利し、プレイオフへと勝ち進むと、勢いは止まらず、アメリカンリーグディビジョンシリーズ、アルズでアスレチックスの地区3連覇を阻止し、リーグ最高勝率で5年ぶりに、西部地区を制覇した、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムもスイープ、無敗での3連勝をし、 アメリカンリーグ優勝決定シリーズ ACS に進出するとメジャーで唯一200を超えるホームラン数211本に物を言わせる圧倒的な破壊力で17年ぶりに東部地区を制覇したボルチモアオリオールズとのアルクスでもスイープ負けでの4連勝をしワールドチャンピオンになった1985年以来3度目となるアメリカンリーグ優勝を果たした 2012年にワイルドカードが2枠になって、ワイルドカードゲームを制したチームが、ディビジョンシリーズ、LDS を制したのは、アメリカンリーグでは、史上初のチームだが、リーグ優勝決定シリーズ、LCS を制したのは、史上初だった。さらに1995年にワイルドカード制度が導入されてから、LDS と LCS をいずれもスイープ。 無敗で突破したのも、ワイルドカードでのポストシーズン進出チームが一枠になった時代も合わせて、アメリカンリーグでは史上初だった。特に、ワイルドカードゲームからアルズ第2戦まで、ポストシーズンで史上初めて3試合連続で延長戦を制しての勝利となった。またそのシーズンのポストシリーズ初戦、アスレチックスとのワイルドカードゲームから8、連勝したのも史上初だった。 12年ぶりにワイルドカード同士の対決となった WS ワールドシリーズではナショナルリーグ最多20回目のリーグ優勝を成し遂げたサンフランシスコジャイアンツと対戦。カンザスシティでの初戦に敗れたことでポストシーズンの連勝が8でストップ。WS 前のポストシーズン8試合で13、盗塁を誇った機動力を封じられたのとシリーズを通して 本来は先発ピッチャーのマディソン・バンガーランに抑えられ、最終的にはジャイアンツに世界一をさらわれるが、三勝四敗で、最終戦も二から三の敗戦と、過去4年で2度の世界一を誇る、ジーアンツを相手に土俵際まで追い詰める、充実のシーズンとなった。オフには、打撃陣は、テキサス・レンジャーズからアレックス・リオスを、シアトル・マリナーズからケンドリス・モラレスを、ピッツバーグ・パイレーツから、 エディンソン・ボルケソを、アトランタ・ブレイブスから、クリス・メドレン等をそれぞれ獲得した。一方で、ビリー・バトラーが、オークランド・アスレチックスに、ジェームズ・シールズが、サンディエゴ・パドレスに、青木セン・オヤが、サンフランシスコ・ジャイアンツに移籍した。は、開幕6連勝を飾った。また、組織表により、シンシナ・ティレッツのホームグレーと、アメリカン・ボール・パークで行われる。 同年の MLB オールスターゲームのファン投票第3回中間発表で、セカンドを守るヒューストンアストロズのホセアルトゥーベと、外野手部門の一角、センターを守り、外野手部門で2位だったエンゼルスのマイク・トラウト以外の、全ポジションに、自チーム7人、キャッチャーのサルバドール・ペレス、ファーストのエリック・ホズマー、サードのマイク・ムスタカス、ショートのアルシデス・エスコバー、リフトのロレンゾ、ケイン、 ナイトのアレックス・ゴードン、指名打者のモラレスが入り、その1週間後に発表された第4回中間発表で、セカンドのアルトゥーベを逆転して、オマー・インファンテが入り、当時外野手、部門2位だったトラウト以外の8人が入るといった行為があり、物議を醸した。同年もホームランは139本と、アメリカンリーグでは2番目に少ないながらも、 リーグ2位の104盗塁とリーグ最小の973三振と長打の少なさを、機動力やバットに当てる技術で補う野球は、健在で30年リの、地区優勝を果たしただけでなく、5割8分6厘と、最高勝率で2年連続のポストシーズン進出となった。2年連続のポストシーズンとなった、アルズでヤンキースとのワイルドカード進出決定戦を制えた、アストロズとの、 第4戦では、敵地で7回裏までに2から6でビハインド。だが諦めずに8回に、先頭で9番のリオスから、エスコバー。この年の夏に、アスレチックスから移籍した2番のベンゾブリスと、ケイン、コズマート・ド涛のゴレンダで2点差まで追い上げると、その次のモラレスの打球が、アストロズのショートカルロスコレアのタイムリーエラーを誘い2人が、生還指同点。さらに、ゴードンのセカンドゴロ。 セカンドアルトユベのファインプレーの間に逆転し、一挙5点。地元ミニッツメイドパークでのアルックス進出決定を確信したアストロズファンを黙らせただけでなく、第4戦は一勝2敗で迎えていたので、メジャー史上2回目となるポストシーズンで負ければ、敗退の合わせで8回以降4点差以上を逆転し、リーグ最高勝率で中部地区を制したチームの意地を見せた。 そして、地元、カンザスシティに戻っての、第5戦も2回に先制されるもシーズン途中に、新シなティレズから移籍し、レッツ時代から、ポストシーズンでまだ勝ちがないながらも、アメリカンリーグのポストシーズンでは1956年の、ワールドシリーズで、パーフェクトゲームを達成したドンラーセイとなる19人、連続アウトを奪ったジョニー・クエとの頑張りもあり、打線が4回からの2インニングで逆転の中にで、 勝利。参戦すべてで逆転勝ちを収めて、2番のジョシュ・ドナルドソンが41本塁打で、リーグ最多の123打点。3番のホセ・ボティースタが40本塁打で114打点。4番のエドウィン・エンカルナシオンが39本塁で111打,打点と、打点だけでもアメリカンリーグのベスト5に、この3人が占めるほどの圧倒的な破壊力で22年ぶりに、 東部地区を制覇したトロントブルージーズとのアルクスに2年連続で進出するとカンザスシティでの2戦を連勝。敵地ロジャーズセンターで2敗は喫したものの1勝2敗でしのぎ先に王手をかけた状態でコーフマンスタジアムに戻っての第6戦を4から3で競り勝ち2年連続4回目のリーグ優勝。シカゴカブスとの NLCS をスイープして15年ぶりに ナショナルリーグを制覇したニューヨークメッツとの WS に進出した。コーフマンスタジアムで開幕した WS では1番のエスコバーがメッツの先発マット・ハービーから史上2人目の初級戦闘打者による走塁本塁打から始まり、ワールドシリーズ史上最長タイの14回までもつれた末にサヨナラ勝ちを収めると、 続く2戦目も4回に先制されるも5回に4点を奪って逆転し7から1で対象を飾り、カンザスシティで連勝。舞台をシティフィールドに移しての3戦目こそ29年ぶりのワールドチャンピオンを目指すメッツに3から9と意地を見せられたものの、4戦目は5回までに1から3と、ビハインドながら6回に1点を奪い、2から3で迎えた8回に、 この回戦闘のゾブリスとケインが立て続きにフォアボールを選び、4番ホズマーのセカンドゴロをロサンゼルスドジャースとのナショナルリーグディビジョンシリーズ NDS 第4戦からメジャー新記録の6試合連続ホームランを記録したダニエル・マーフィーがエラーをかし同点。さらに、ムスタカスとペレスが続けてタイムリーヒットを放って、この回3点を奪って逆転勝ち。 圧巻は30年ぶりのワールドチャンピオンに王手をかけた第5戦。第1戦で先発したメッツのハービーに9回まで0から2と完全に抑え込まれた状況下でハービーが続投。この回戦闘のケインがフォアボールを選び続くホズマーの時に初級スチール。これが成功し2塁に進むとホズマーがレフトオーバーのタイムリー2塁打を放ち1点差。続くムスタカスが 新塁打を放ち一三塁で6番、ペレスの打球はサードを守るキャプテンデビッドライトの正面。ライトが一塁に送球したのを見て、ホズマーがギャンブルスタートで本塁にと、込みと、これがファーストルーカス・ルーダの悪送球を誘いに試合続けて、終盤にビハインドの状況から同点に追いつくと、延長12回表にメッツの5人目アディソンリードから、 クリスチャンコローンがレフト前ヒットで勝ち越すとそこから、あと4点追加。結局7から2で制して、最後まで諦めなかった結果4試合すべてで、逆転勝ちを収め、前年あと一歩のところで逃した1985年以来2度目の、世界一を30年ぶりに勝ち取った。ワールドチャンピオン連覇を目指す2016年は2015年の9月に、 発表されたという MLB 史上初のワールドシリーズ、対戦チーム同士の開幕戦を制し、最高のスタートを切ったものの、レギュラーシーズンは、勝率がちょうど5割で、アメリカンリーグ中築3位に終わり、2年連続のワールドシリーズ制覇どころか、ポストシーズン進出にも失敗した。ロイヤルとは、国王、王立のといった意味だが、このロイヤルズのロイヤルは直接は、 地元カンザスシティで1899年から毎年行われている家畜祭品評展示会に娯楽要素も含めたイベントアメリカンロイヤルに由来して命名されているなおアメリカンロイヤルの名称は企画にあたり参考としたイギリスの王立農業学会が主催する品評展示会に由来する後に誕生する NFL のチーフスや NBA のキングス、ゲン サクラメントはこのローヤルというニュアンスを参考にしている。1986年に設立され25人が殿堂入りを果たしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。